はいどうも、はしろチャンネルです。本日は群馬県の野球工房 M さんに来てるんですけど、今回ですね、紹介したいグローブ、こちらにありまして、この前の甲子園交流大会でもかなり使われていた、ミズノのグローバルエリートのブロンドカラーということで、今回こちらに今9個入っております。で、もう何個か売れてしまってるらしいんですけど、今こちらにあるのが内野手用と外野手用、そしてミットがありますので、今回こちらどういうシリーズかっていうのをまず紹介した後に、ちょっと一つ一つ取って、どんな型番があるかっていうのも見ていこうかなと思います。最近の動画でいきますと、前回の動画ではローリングスのキャメルを紹介しました。で、他にもいろんなメーカーがこのキャメルカラーを出してますので、ミズノで言うとこのブロンドっていうことで見ていこうかなと思います。高校野球対応で中学生も使えるカラーとなってますので、早速一つずつ見ていこうかなと思います。いきましょう。じゃあまずですね、一つ取って詳細を見ていこうと思うんですけど、カラーとしましてはこちらブロンドということで、まあ、新色のカラーとなっております。で、色としましては、まあ、こう、クリーム系の色なんですけど、高野連対応のカラーということで、実際に高校生、使えるカラーとなってます。で、このシリーズとしましては、グローバルエリートの、この 5DNA テクノロジー、この辺のパッドだったりとか、あとは、ミズノで研究されている理想の型、いろんな選手の形からミズノが研究をして、横型とか、縦型とか、いろいろ研究されて作られている、形のシリーズとなってます。で、革としましてはこちらのクレストハイドシアエリートってことで、操作性を高次元へと導くしなやかな革と書いてあります。まあ、こちらはぜひお店で触ってどんな感じかっていうのを確認してほしいんですけど、 5DNA テクノロジーが搭載されているグローバルエリートのシリーズと見てもらえたらいいかなと思います。で、こちらで言うと、ウェブ下ポケット浅めタイプになります。ですので、ちょっとウェブ下、この辺ですかね、の浅めのタイプ、この辺の形のサイズ9番になります。ちょっとこう奥で撮るような感じですかね。で、ウェブはこの感じが一つ目。で、二つ目、こちらが先ほどと似てるんですけど、見てもらうと、ウェブ下ポケット普通ということで、さっきのここは一緒なんですけど、ちょっとそれの深くなった感じ。この辺かなっていうイメージです。で、こうしっかり掴むような形になってます。こちらも同じくサイズ9ですね。まあ、坂本選手とかもよくこの奥ポケットで取るんですけど、そのような感じかなというふうに思います。はい、さっきよりもちょっと深めのポケットで、あとは全部同様にこの辺とかこのパッドも入ってます。はい、この辺がオーソドックスなサイズ9かなっていう感じですね。で、続きましてこちらが内野手用のウェブ下ポケット深めということで、さっきの順番でいきますと、ウェブ下ポケット浅め、普通、深めっていう順番になります。で、サイズも一つ上がってサイズ10なので、大きめでがっちり奥で掴むっていう、本当にここにポケットを作っていけるような形かなと思います。で、ウェブはちょっと特徴的で、昔の井端選手モデルにちょっとこうウェブ上に入ったような感じの、ちょっとこれは新しく自分も見たやつなんですけど、で、ちょっと大きめですね。で、しっかり奥で掴むようなイメージの形となってます。こちらになってくると、もうサードとかショートの深いのが好きな人っていうのがおすすめかなと思います。はい、で、今こちらがサイズ9、9、10と来てるんですけど、この1個下にあるのがサイズ8のタイプは同じウェブ下ポケット浅めタイプになります。で、こちらの隣にあるやつがウェブ下ポケットじゃなくてセンターポケットになるので、今ここにあるやつだとこれが一番小さいサイズですね。8番になります。はい、こんな感じ。まあ、さっきの9に比べるとだいぶこう小さく感じると思うんですけど、ポケットとしましてはウェブ下ポケットの浅め、まあ、この辺のイメージかなというふうに思います。クロスウェーブにここはちょっと曲げやすくなってるような感じになってる、ここですね、ちょっとここ入ってるのの、まあ、クロスになってて、大きさは結構小さめに感じます。まあ、セカンドショートみたいな感じかなと思います。サイズ9と比べると一回り小さいので、小型のグローブが好みの方はおすすめとなってますね。はい、サイズ8で、今紹介したこの4つ、こちらがウェブ下ポケットということで紹介しましたが、一つだけこれが違うシリーズでして、見てもらうとセンターポケット深めとなってます。センターポケットっていうのはさっきのウェブ下ではなくて、ちょっとこの右側にずれたこっちの中心ポケットになってくるグローブですね。これ見ていきましょう。ちなみにこれが内野手用のラストになります。はい、こちらサイズは9で、ここのグローブと一緒なんですけど、ちょっとこのグローブの顔というか、この感じを見ると少し違うのがわかるかなと思います。ポケット1がセンターポケット、ここの薬指ら辺でボールを補給できる、まあ、持ち替えがしやすくなるかなっていうグローブです。
こんな感じ、結構こうガバッと開くような形で、まあ、自分は以前の 5DNA 紹介した時にもこの型番が一番お気に入りですって言ったんですけど、やっぱりこの方がこっち側でボール取れるんで、まあ、ある意味水野っぽくないというか、いい意味で水野っぽくないような型番かなと思います。結構はめるとポケットの位置ってのが分かると思うので、ぜひこうはめて確認してほしいかなと思います。これはこっち寄りのセンターポケットになります。これで内野手が終了で、外野手は一つだけあるんですけど、こちら見てもらうとセンターポケット普通タイプの外野手になります。でサイズは一番人気の 18N となってます。はい、こんな感じですね。外野手のポケットだとだいぶこう奥寄りになってくると思うんで、内野手ほどこっちになってこないんですけど、センターポケットということで、まあ、このラインを基準とした、まあ、この辺にポケットを作れるプローブかなと思います。でウェブはこのトンボウェブっていうんですかね、このタイプで、まあ、打球に強いタイプとなってます。今回外野用一つしかないんで比較できないんですけど、こちらもぜひチェックしてほしいかなと思います。こんな感じですね。で今内野用外野用を紹介しましたので、最後ミッド系ですね。ここに3つあるんですけど、最初にファーストミッドから見ていきましょう。ファーストミッドはこちらポケット普通ということで、まあ、オーソドックスな形で TK 型というやつですね。これはカタログにも載ってる TK 型ということで、こんな感じです。はい、ファーストミッドまで来ると、まあ、自分の勝手なイメージなんですけど、やっぱりファーストミッドは黒とかそのイメージが強いんで、結構お店行った時にも内野手のキャメルやブロンドは紹介してるんですけど、ファーストミッドってなるとだいぶ印象変わるかなというふうに思います。はい、こんな感じですね。まあ、ポケットは本当に普通のオーソドックスな形で、あとは通常の 5DNA テクノロジー、まあこれは結構イメージだと思うんで、はめてるこのイメージをこう見てもらうとだいぶ印象も変わってくるんじゃないかなと思います。ファーストミッドですね。でラスト、キャッチャーミット。キャッチャーミットは2つありまして、こちら右と左見てもらうと、こっちが C の5型という型番で、こっちが C の6型っていう型番になってます。ポケットとしましては、この C5 型がポケット普通タイプ、こっちがポケット深めタイプとなってます。ちょっとここ比較して見ていこうかなと思います。はい、比較するとこんな感じですね。まあ、一見そんなにこう違いは見えないかなと思うんですけど、こちらがポケットが普通タイプ、こちらがポケットが深めタイプとなってます。見た感じはそんなに自分の目ではあんまり違いは分からないんですけど、こっちの方がポケットが深いタイプ、こっちがポケットが普通タイプとなってます。これキャッチャーの方はぜひはめて違いを見てほしいと思うんですけど、結構最近では浅めのミットが流行っていると思うんですが、今回は普通と深めの2種類が今置いてありました。はい、こんな感じですね。まあ、映像で違いは分かるかっていうのも微妙かもしれませんが、普通深めとなってます。はい、というわけで本日はこちらの水野の新色のブロンドということで、この前の甲子園交流大会でも使われたグローブを紹介する動画でした。結構最近はブロンド系だったりとか、そのキャメルシリーズって動画増えてると思うんですけど、ちょうど夏休みが終わってまた部活が始まっていく中、ちょっと新しいグローブを購入したいと考えている方はぜひ参考にしてほしいかなと思います。結構この甲子園ではこのキャメル系に白スパっていうコンビがあったので、結構白スパもそのこのタイミングで導入すると爽やかで涼しく感じるかなと思いますので、こちらブロンドシリーズもチェックしてほしいかなと思います。ちなみにブロンドと白スパを合わせるとこんな感じですね。イメージはこちらもグローバルエリートで、まあ、組み合わせとしてはこんな感じになります。とても爽やかな感じかなと思います。はい、結構水野のブロンドは自分のイメージではちょっと明るめの感じがありますので、それもちょっとメーカーで色違うんですけど、個人的な感想ではちょっと明るめのカラーかなというふうに思いました。っていう感じで、また今後もちょっとキャメルシリーズは注目して紹介していこうと思うので、気になるグローブとありましたら動画で紹介していこうかなと思います。また何か面白いグローブとありましたら紹介しますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日の視聴チャンネルは以上です。エウルシュ。
はい、というわけで今回のプレゼント企画です。今回はこちらローリングスのハイパーテックシリーズグラブ2個セットになります。こちらは届いたらすぐに使えるグローブということで、ぜひキャッチボール試合ノック等を使ってみてください。左は新品で、右は撮影で一度使用したものになります。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。エウリッシュ。